なんだか嫌な感じね。どんどん森の奥に入ってるのに、森の住人たちの気配がまるでないわ。だが降りるわけにもいかん。もし生贄にされるのがお前だったらと考えるとなおさらな。嬉しいこと言ってくれるじゃない。ちょっと気持ち悪いけどね。私はダベットの偉大なる王の身辺警護を担当していた。カラムーアの魔物どもが町に押し寄せた日は忌々しい一日となったが、陛下は国を救う作戦を考えてくださった。我々を護衛にゴバットの荒野へと出向き、最強の魔獣であるドラゴンを探されるとのことだった。陛下はドラゴンを操れる魔法石を手に入れられていたのだ。我々はドラゴンの一体を探し当て、陛下が石を高くかざしたものの、ドラゴンはそれに抗って襲いかかってきた。間一髪、私は陛下を跳ね飛ばすことができ、代わりにドラゴンの餌食となった。神殿が見えたわ。ああ、近づいてきたな。
死に取り憑かれてしまっている。生き延びることなどできぬ。私も行く手にいる者たちも例外ではなかった。賢明な者ならば自ら命を絶つことだろう。私が味わった痛みよりもはるかに軽くて済むはずだ。
一撃だ。ケメンバレスタ。今度は無理だよな。檻に入った死体か。ウォーガーどもめ。ええ、マグドルハムで私が探検を隠し持ってなければ似たような目に遭ってたかもね。そういえばあの探検どこに隠してたんだ。あら、知りたいの？ようやくか。ドイツを殺せばシールドが手に入るのかな。